きますか。天神アクターって言います。かわいい。風邪ひかないでね。風邪ひかないでね。バイ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 。ちっちゃいよ。坂田くん、坂田くん、ちょっと誰か力感じん。今なら大吉引けるぞっていう。リュウ君感じてるんですか。感じてる。ちょっと待って、な、やだ。やだやけど、子供たちのパワーもらったよ。いやそうや、そうや、子供たち来たけん感じとって お, およそ1000年の歴史を誇る北野天満宮。実はカッパの手が祀られているという神秘的な神社なのだ。地元の子供たちの力が今もうこの手に入ってるから、うんね、子供たちイコールサガタだからね。あれオッケー。お前しかおらんっていうね。パワーももらったからね。まだ2カ所目だよ。オッケー、頼んだよ。ちょっと待って頼むマジで。よーどん大吉。おおバカ。大吉2連発で勢いに乗るメンバーだが、サイコロを振る沢亮が再び弱気発言。一番最後に来たっけ。持ってきたくない。ああなるほど。あれ5回目でダメだった時にさ、はい、そこが北九州とかだったらさ、え、ダメって考えてるんですか。いや、もうこの流れ行くんじゃない。おいおい、ダメとか言うな。ダメとか言うな。みんなのためよ。ポジティブ、ポジティブ。次、じゃあ、筑後の、うん、ここ狙おう。狙えよ、ここで。近いから。ね、じゃあ、みんな、サテンマング出します。さあ、来い。いけ。こい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 こ
しょあれでしょうやなお前俺のことスタバとかなかったさすがドマネ人やねそれでなんとか受かりましたおお次に狙うのは大吉3連発なんと216分の1の確率メンバーは福岡市内へと逆戻りしかし車内は大吉2連発でお祭りムード出たねすごいいや感動したやっぱマジで感じたら行こう、うん、俺は子供大好きやけんなんかなんかこう行ったら子供たちおってなんかリンクするものあるじゃないまず好きなの好きなのなんか水牛とかある水牛じゃないフィリピン平尾手番組に水牛の置物とかあればえ本物水牛とかそうそうそうじゃあマークさんの出番ってことそうそうそう